どうもお疲れ様です。はい、音声大丈夫ですか？はい、すいません。音声大丈夫でしょうか？こんなような状況でございます。どうもありがとうございます。いつもの通りですね、いつもの、DTM、お耳拝借ということで、どうぞよろしくお願いいたします。今日もですね、こんな感じで、ピアノの音の音声は大丈夫でしょうか？もうちょっと音量を上げられますが。あ、そうそう。会社から帰ってきたばっかりなんで、ちょっと今日はドテラじゃないです。すいません。まあ、すいませんかどうかちょっと謎ですね。申し訳ございません。まあ、なんて言いますか。まあ今、そうそうそう。ほっと帰ってきたばっかりなんですよ、今。で、まあ、なんていうか、実はね、なんつうか、ちょっと今日、飲みの帰りが、あってですね、ご飯はまあ一応軽く、まあちょっと、まあちょっと軽くちょっと飲み会的なのがあってですね、それで、ちょっと、今、現在に至るっていうふうな状況でございます。あ、そうそうそう。毎日本バッチでございます。まあ、実はね、実は私、毎日本グッズっていうのをやっててですね、こういった、まあ、そういうのがあったりとかしてて、こんな、あ、そうそう、会社でも毎日本バッチつけてます。はい。なんで、これマイグッズってところで、あげることできない。一応これ商品なんで、はい。毎日本グッズっていうのがございましてですね、一応、宣伝を兼ねかけてということでですね、こんなのを、作ったりとかして、一応いつだったっけかな、2回目の、前日本のイベントがあった時にですね、急遽作ったやつですね。これ実は私の、このマイグッズのですね、専属デザイナーのですね、ノロノキューさんのデザインによって作られたものなんですけど、非常に、かなりいい感じのストラップだった。いやー、ですね、マイグッズ JP のところでですね、もし、よろしければ、こちらですね、こちらのところに来て、一応まあ一曲弾いてください。はいはい。あ、それで今ちょっと実は事務所が今ちょっと引っ越しの最中でですね、今週いっぱいで今まで10年以上住み慣れた、あ、違う、自分の会社のね、そんな、花の香りを乗せて、みたいなのは置いといてですね。そういうふうな状況があったんですが、実は、すいません。そっからちょっと事務所が移転する話になって、今週いっぱいで、住み慣れた、10年以上経つですね、事務所を離れて、新たな、そう、新日本ハウス、まあ、それが有料企業かどうかは私は知りません。はい、回し物でもございません。まあ、それはまず置いといてですね、そう、それで、まあ、まあ、実は、なんていうかですね、で、会社でも実は僕は、ちょいちょい、サウンドの仕事をやってたので、それの機材とかでやっぱ業者に頼んだ時に壊れちゃうと困ったんで、実は預かり物っていうかもらい物っていうか借り物でちょっと高額なギターがあったんで、それがちょっと怖かったんでですね、業者の人になんか壊されたら怖いんで、一応家に持って帰ったんですけど、それちょっと見てみます。ですね、はい、
実は会社のちょっとオーナーが変わって、前オーナーから借りてたんですけど、ちょっとその人とですね、ちょっと連絡がつかなくなってしまったんで、今ちょっと、無期限借り、無期限貸し出しみたいな状況になっていてですね、で、まあ、仮パクというかですね、ちょっと今連絡がつかない、フェンダーです。フェンダーの、うん、こちらですね、こちらでございます。ちょっと待ってください。ちょっとごめんなさい。今ミキサーが落ちました。すいません。はい、すいません。ごめんなさい。これですね。これこれでございます。引けないです。インクビだととてもございません。これフェンダー USA のですね。はい。フェンダー USA のエリック・クラプトンモデルのやつです。多分ね、これ日本で買うと多分20万から25万くらいすんのかな、きっと。うん。僕買えません、絶対に。はい、そういう代物でございます。一応これ、まあ、オーナーからさ、俺使ってないから使えよっていう話で、もともとなんていうか、うちそのゲーム系の会社なんですけど、そういう、絡みがあってですね、その人ももともとスタジオミュージシャンというか、バンドマンだったっていうことで、まあ、趣味で持ってたやつがあったんですけど、最近もう弾かないからちょっと、お前使えよって話で、借りてたんですね。はい。で、まあ、一応、これちょいちょい、やってですね。それで、非常にね、非常にね、このピックアップの性能がすごく良くてですね、なんて言ったらいいんだろうな。よいしょ、よいしょ。すいません。ちょっとですね、かなり、ちょっと下の方がかなりフリーダムな感じになってるんですけど、ね、これで出してみましょうか、アンプに。アンプはね、そのうち来るんですけど、これ出るかな。あら、ちょっと待ってください、ね。エフェクターっていうか、はい、さあ入るかな、音が。はい、どうでしょうか、入りますかね。なんか入らなさげな感じがするね。なんででしょうね。ここが来て、これが来てるね。で、あ、これですね。はい、こんな感じで音が出ますね。はい、音出ましたかな。音聞こえます？これで、そうそうそう。まあ、まあ、こんな感じの中ある音が。このね、音がね、いいのはね、なんつうか、なんて言ったらいいんでしょうね。こう、歪みの音があるんですけど、歪み系のやつが合ってるんですけど、SL 比が非常にいい。なぜかっていうと、ここのノイズレス、ピッキング、ノイズレスはこのピックアップがね、非常に性能がいいらしくてですね、こういうその、原因がかかってるものに関しても、ノイズが乗りにくいっていうのがすごいいいのかなっていうところがあって。これくらい来ても全然ノイズが乗らないんですよね。
ぞこちらの。今かな。まあこんな感じのあの音が、非常に、出ます、非常にいいギターで非常に弾きやすいです。まあ別にこれあのフェンダーの回し物ではないんですけど、まあ色的にもこの色といえばあのこれがベースになったらあので、ね、軽音で言ったらあのミオの色って感じですかね。はい、まあそんなことはどうでもいいって話かもしれません。これをですね検温中の方が見たら、非常に、あれなのかとは思いますが、一応、まあ、こういうのが、今ございますので、これちょっとで、ね、今、ギターの置き場が実はちょっと見当たらなくてですね、はい、で、これが非常に、あって、で、まあ、実は、あららら、ごめんなさい、ちょっとね、いろいろね、いろんなものがいっぱいあるんでね、おっちゃんの家。で、ほら、これだとこれだけノイズが乗っちゃうんですよ。ね。うん、そうそうそう。下、そうしましょうね。ほんと申し訳ない。いろいろあってですね。まあ、こんな感じの、そう、そう。そう、乗るんですよ。じゃーって。でも癖ですね、もしかね、もしか。顔でやってると、俺弾いてるぜってことで、ね、顔出さないとね、顔込みの、こういうことをやりながら、こう、弾いてる、そうそう、顔で弾かないとね、いけないんですよ、ギターって。まあ、こんな感じのやつをね、そうそうそう。やらないと、なんかギターをお前弾いてるの本気でっていうふうにね、ちょっとね、ギター中の方に怒られてしまうっていうところがございまして、そこら辺は非常に気をつけなきゃいけないっていう部分がございます。まあ、まあ、そういうことがございましてですね、まあ、今回は、まあ、さて、どうしたしましょうかっていうふうな、話になるわけですね。はい。まあ、正直、それだけの、なんて言いますか、これだけの、高額なギターっていうのは、実は僕、お目にかかったことがないということですね、非常に、緊張の面持ちでいつも、作って、ギター曲作ります。あ、で、先週の、ちょっと、ご報告いたしますね。先週、ちょっと、この、曲、割と、なんて言いますか。そう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 。一応ね、こんな感じで。
ところなんだけどね、この中間の部分がね、ちょっとね、難解にしすぎてるかなーって嫌いがあるんで、もしかすると予告なく変更があるかもしれないみたいな感じになるとは思います。まあ、そういう感じで、まあ、あるんですね。ちょっとね、やりすぎた感があるかもしれないなってちょっと思いながら、さて、もうちょっと分かりやすくした方がいいのかどうかっていうのがちょっと、今後の課題になるかなと思っております。他にもね、まあいろいろとね、おじさん的に言うと、なんて言いますか、そうなんですよ。まあそんな感じですね。まあ続けていたりとかしてるんですが、なかなかね、そんな感じで、非常に、まああったりとかするんですが、まあ他にも、なんていうか自分でなんかこうやってる曲の中にも、ないな。あれ、そっか、こっちに来てないか。ここでなくて、俺どこ行ったっけな。ごめんね、ちょっと待ってね。話がちょっとよくわかんなくなる。ごめんなさい。すいません。まあそういうふうな状況の中ですね。古川か、この辺りかな。ああ、これか。まあ、これか。まあ、こんな感じの曲とかね。なんかちょっと、すいません。画質はね、X スプリットっていうのを、使ってまして、割と画質とですね、音声のところは割と、いい感じにしようかなというところで、まあ、やってたりとかしています。非常にいい、ツールなのでですね、まあ、なんとか、そんな感じでとか思っておりますので、今、あれ？音が出てない。あれ？なんでだろう。来たかな？あれ？ドロップアウトしてんな。あらま。なんででしょうね。ドロップアウトしてるな。そんなになんか言うほど、自分はあんまり、いい曲を作ってるっていう意識は実はございませんでした。あ、今出ましたね。はい、こんな感じでございます。こんな感じで。じゃあ、まあ、そんなになんか、もう一個ちょっと、ヒュンダイ新聞、ちょっとまだ日記に上げてないんですけど、一応まあ、ちょっとそちらの紹介もしときましょうか。今日の、見かけた、ヒュンダイさん。非常にですね、今回も、香ばしい話題が、来ております。はい、すいません。いつもの、はい。ヒュンダイさん。今日もですね、素晴らしい、記事が、ございますので、はい。なんだろう、今の。まあいいや。そういう雑音もですね、おや誰か来たようだみたいな感じにならなきゃいいんですけど、はい、こちら、下方修正、配当見直し、派遣切り、企業業績急降下というね、この急降下、急降下、もし、よろしければ、現代さんも急降下になっていただけたらと、非常にね、思ったりとかする、そんな、急降下でございますね。ほんとね、ね、
ヒュンダイさんが急降下になることを、ここより、お願い、申し上げますということ、それとですね、あとは強盗略奪被災地の現実、どうでしょう、この被災地の現実ということですね。私すごく思うのはこの、強盗略奪をしている、人たちは一体どんな民族なのかということですね。ぜひ、そちらの方まで掘り下げていただけたらですね、ヒュンダイさんですからね、やっぱり、なんて言いますか、そういう、ソースももしかしたら、もしございましたら、ぜひとも、そちらの方も掘り下げていただきたいかなと思っております。果たして、日本人なのか、はたまた外国人なのかというところまで、できれば言及していただきたいかな、なんて、おじさんが思っております。はい。そして、海水汚染基準の3000倍。すごいですね。海洋圏3000倍だったら、悟空も倒せたんでしょうね、きっと。はい。基準の3000倍って言うんですけど、それが、ですね、3000倍ということは、どうなんでしょうね。これは、マイクロシーベルトで言うと、多分3000倍になると3ミリシーベルトになってしまうかと思うんですが、そちらの方は、どうなんでしょうか。非常にこの基準のことについての、数値のところをですね、ぜひとも、上げていただきたいかなというところがあります。実はね、僕ね、この前、今日も実はその、うちの社員と話してたんですけど、放射能の話にあったんですけどね、他に自分的に言うと、自分が昔住んでたマンション、じゃないや、アパートがあったんですよ。でね、そのアパートに住んでて、5年ぐらい経過したんですかね。5年ぐらい経過したんですよ。で、その時で水道局から、手紙が来まして、手紙が来たんですね。でね、そう、コスモクリーナー、そう。ヤマトの諸君、久しぶりだね。また会えて、嬉しいよ。そんな感じじゃ置いといてですね。実は、その手紙、水道局からの手紙がですね、何が書いてあったか。あなたの、使っていたその水道管なんですがと。水道管、ふむふむと。実は、私、その時は平成、何年だっけな、ちょうどね、今住んでるところからね、だいたい5年ぐらい前までの話なんで、なんだろうな。それぐらいの、割と最近っちゃ最近なんですけどね、だいたい5年ぐらい前の話なんですけど、それでね、その時にね、昭和48年頃から、使ってた水道管が、鉛の管でありましたと。はいはい、そうです。いや、俺5年ぐらいこの水道の水飲んでたんですけど、とかちょっと思っちゃったんですけど、とりあえず健康です。はい。でね、あとね、もう一つ言うとね、そう、意味わかんないよね。そんなこと今更言われてもって感じでね、ただへこむだけじゃねえかよってちょっと思ったんですけど、多分行ってもいいかなとか思ってね。鋼の中継ですだって、俺10日交換嫌だな。そんなような状況で、非常に、ちょっとね、それ一瞬凹んだんだけど、いいやとか思って、とりあえず交換しましたっていうところがあったんで、この後は安全なのねとか思ってたけど、いいやって感じなんですけど、そう。ただ凹むだけだよね、そんなこと言われてもって感じで。意味がわかりません。いや、ごめん、魂抜かれたくないんで、そう。なんだっけな、民主政権間近なんとかとかいう、やつがありましたよね。あれすごく、
なんかよくできてて、すごいおじさんすごく驚いちゃったんですけどね。そういうなんかね、なんて言いますか。ああ、すいません。だからね、放射能で確かに皆さん不安かもしれないんですけど、今度中国から中国から、キャベツと、それからお水、ミネラルウォーターが、届けられるという、話題が実は、あって、あと韓国からもなんか来てるとかなんか来てますけど、とか思ってね、ここはなかなか究極の選択だなって感じがすごくしてですね、ただ、あえて言わせてもらえれば、そちらの水はちょっとご遠慮いただきたいかななんてちょっと思っていたりとかするんですね。噂では中国の野菜でですね、背は伸びるけど寿命は縮むっていう野菜がなんかあるらしくて、できればちょっと僕もこれ以上背伸びたくないんで、寿命は縮めたくないんで、はい。そういうのはちょっと、嫌かななんて思ってたりとかします。あくまでも噂なのでね、噂です。もしね、それが嘘でしたら、JKL さん、本当に、心からお詫び申し上げますということで、はい。まあそうですね。必ずね、得るときには必ず失うものがあるというところで言うと、なかなかリアリストな、国だなっていうところでですね、簡単、美味しい、ヘルシーではないっていう感じはすごくしてですね、ちょっと、中国産のちょっとミネラルウォーターはちょっと嫌かななんて、はい、ちょっと思ってたりとかしますね。はい。そう。あと、自分が子供の時に食べてた、お豆腐、皆さんご存知ですよね。いわゆるね、木綿豆腐とか、絹ごし豆腐とか言われてるやつなんですけど、自分が子供の時に使ってたね、防腐剤っていうのは結構ね、やばいの使ってたんですよ。今はもう完全に中止なんですけど、まあ、禁止されてるやつで、まあ、どんな化学物質かっていうとね、まあ、物が腐るときには必ず腐敗させるための菌が当然出てくるわけですよね。菌が。その菌のね、化学物質っていうかその防腐剤がね、すごい強力でね、その菌を、の DNA をね、完全に破壊するっていうね、そういう防腐剤があって、かなり腐りづらい。非常に腐らない、非常に腐らないね、お豆腐っていうのがございまして、かなり重宝されてたらしいんですよね。まあその前持っていっちゃったDDT、有名なベトちゃんドクちゃんで有名なDDT の話とか、あと多分割と最近になってくると、例えば皆さん一時期あったダイオキシンで皆さん心配されたと思うんですけど、皆さん最近全然心配してないですよね。そうそう、エビアンの偽物はね、中国に多いって話も聞いたことあるんですけど、まあそれもちょっと真偽のことが定かではないんであんまり言及できなかったりとかするんですが、まあそんなのがあったりとかしてて、そうだからね、最近全然ダイオキシンはないんですけど、まあ、三枚焼いてもダイオキシンが出るっていう話なんで、そう。あと、今、コメントに出てる黄砂。黄砂のことについても全然言及してないですよね。黄砂に乗っていく方が、多分今出てる、セシウム関係とか、そのあたりについても、おそらくは相当、そう。重金属もそうですね。だからおそらく多分中国で送られてくるそのミネラルウォーターの時にもしかしたら六価クロムとか、なんかそういうちょっと私たちのその健康のその重大な被害を与えるようなものが、もしかすると入ってるかもしれないかなっていうふうなところがあったりとかして、だからそこら辺のところはだから皆さんご自身の判断で調べていただいて、判断していただけたらと思います。あえて自分のところでは、それを飲んじゃいけないとは、やっぱ、ね、いう感じでもないですし、
ただ一つ言えることは、その今まであったその中国産っていうものがどういうものだったかっていうのを調べていただければと思います。うん、だから本当究極の選択だよね。放射能入りを飲むのか、それとも化学物質のケミカルなものを飲むのかっていう、多分二択になるのかなっていうふうに思ったりとかしますね。うん、まあ私はあえて言うが、やっぱり今の状況でしたらまだ放射能入りと呼ばれているものをまだ飲んでた方がまだマシなのかなと。むしろ今ほうれん草が安いので、ほうれん草を必死に買おうかなと、思ってたりとかします。はい、まあまあまあ、これはまあ私の一つの反算、そうそう、放射線ですね。うん、なんてちょっと、思ってたりとかしてたりとかして、はい、うん、そう、特に東京の水道水はね、昔に比べてカルキ臭くもなくなってるんで、非常に、飲みやすいものになってるんではないかななんて思ってたりとか今思っております。じゃあ、そろそろですね。ああ、麦茶は非常にミネラル分が多いんですけど、その麦茶のですね、その麦の部分について、ちょっと、少し意識していただけたらなぁなんて思ったりとか、したりとか、しなかったりとか、まあ、どっちなんだよって言われたら、どっちでしょうみたいな、そんな話になってしまうかもしれませんが、どっちでしょうね。うん。なのですね、逆に言うと、なんだろう、おじさんの世代は結構そういうその添加物関係のところでは本当になんかモルモット的な状況になってると思うんで、まあそのモルモット的な状況になってる中で、まあなんとか生きてるなっていうふうなのが多分今の所感なんじゃないですかね。もしかしたらなんか、フェータルなものがあるのかもしれないですけど、まあそんなのはね、細けいことはいいんだよみたいなね。あ、もしかしたらここに、もしかしたらなんか影響があってこんなことになってるのかな。あ、これはもしかしたらそうかもしんない。あ、気のせいだね。気のせい、気のせい。はい、うん、あ、そうだね、増えないのよ。そっか、気づいたら日本ですね。何言ってんですか私。はい、ということですね。あ、そう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 。あ、なるほどね。でもあれ、俺まだキューベと契約してないんで、毛を増やすというエントロピーはですね、まだ量がしてないんで、おそらく多分数年前にきっと多分民主党もきっとキューベと契約してですね、おそらく君の政権交代のエントロピーは量がしたんじゃないかななんてちょっと思ってね。そしてですね、今現在に至るって感じじゃないですかね。今多分国民ってバカみたいな、ところに行ってんじゃないのかななんて思ったりとかしてですね、はい、非常に危険な状況になってるんじゃないかということですね。もう感は信じないっていう、多分第10話って感じですかね。はい、そんな感じかと思います。はい、まあこの後、統一地方選挙でもしかしたらね、鳩山ギプスの、なんとかとかが多分出てきて、一撃で倒す人が出てきて、はい、本当にね、なっていただけたらなんて思ってたりはするんですが、果たして、真偽のことは、知る由もないみたいな、多分そんなような状況かと思います。はい、そうですね。では今日はちょっとまあ軽めに作りましょうか。ちょっとまあ最近ダンサブルのを作ってないんで、ちょっとダンサブル系のちょっと、ものを作ってしまったか。 BPM はだいたい150ぐらいにしてみましょうか。で今までそのどうネタ、軽めね、軽め焼きですね、大好きです私も。ちょっとね、砂糖のいい感じがいいですよね、重曹とパラダイスみたいな。はい、私もそう思います。ほんとね、どうでしょうね。ちょっともうちょっとなんかあれですね、やっぱパート別に取っといた方がいいかな。うん、
と早いかな。145ぐらいにするか、BPM。うん、このままにしとくか。はい。1つ目ぐらいはドーンドーンってやってもらいたいもんですよね。だいたいそれがまあ人のなさ、常という、なんかそんなの思ったりとかする今日この頃ということですね。やはり、こんな感じのものを、入れたらいいのかななんて思ってたりとかしてますが、いかがでしょうか。まあ、あってもいいね。これ SE です、先生。ちょっと違いますよね。ヒットが僕欲しいんですよ。ヒットが欲しいんですよ。ねえ。でー、まあ、もう一個いこうか。編集画面にしてなかったね。失礼しました。失礼いたしました。今出すね。だいたい、これぐらいの画面で。はい。はい。じゃあ、いたしましょうか。はい。はい。すいません。ダーンダーンって感じにしとこうか。ね。はい。わしもそう思う。はい。ダーンダーンダ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 ンだな。あ、すいません、すいません。ちょっとね、おじさんごめんね。なんか最近はひどいね、おじさんもね。ほんと申し訳ないと思ってますよ、ほんと。この前もなんかね、ほんと皆さんにもなんか。で、ダーン、ダーンって言違うな。ここでやっぱあれだよね。のあ、いやいや、何かしたってわけっていうよりは、ちょっとなんか、ちょっと、なんかね、ちょっと日曜日の放送のちょっとクオリティが低かったなっていうところで、非常にちょっと反省したりとか、ちょっとね、あんまり、ああいう放送あんま良くないよねって思いながら、ちょっと反省したような感じで、やっぱり、なんていうか、もうちょっとその、ちゃんとした形にすればよかったのかななんてちょっと思ってたりとかしましたんで、ちょっとこれから気をつけますね、ほんと。ワイプがかかってる？
で、そんなか、ああ、ちょっと。はい、そんな感じですね。まあそんな感じですね。そうなんですよ。なかなかね、まあそんな感じですね。で、じゃあまあ、この後どうすっかって話ですね。俺もね、実はね、全然今日ね、何にも考えてなくてね、どうしよっかな、実際、みたいな、なんかそんな感じですね。非常に今、困っております。まあよくある話なんですよね。困ったらどうするか考えろって話ですね。じゃあ考えます。考えますよ、もちろん。はい。はい。とりあえず、なんか、なんとかします。はい。おじさんお得意のですね。どうすんなってことです。わかんない。まあ、こんな感じの、じゃあ、音が、今入っちゃいましたね、今ね。なんかね。そう。じゃあ、なんか、何を言ってみようか。ああ、ちょっとごめんなさい。音が。はい、違うな。ちょっと待ってね。はい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 。音がでかいね、ちょっとね。
知らないけど、モジュレーションの情報がやったら入ってんな。これちょっと待ってくださいよ。ちょっとこれはうまくない、これはうまくない。設定でちょっと殺しますか。実はね、自分の持ってるその鍵盤のやつがね、どういうわけだか、なんて言いますか、どうしようかな。あ、ごめん、デコになっちゃったね、失礼。今ね、これだっけかな。なんかあるんですよ、なんていうか、グローバル設定だったかな。あった。これの情報が入ってるからだ。はい。じゃあ、相当先走ってるね、これを見る限りだ。だいぶ先走ってるね。いやだいぶ先走りすぎだろ。ちょっとおじさん、何焦ってるの。だいぶ、落ち着けって感じですよね。そしたらあれだよね、これもどっちかってこれだよね。ここでちょっと躊躇しましたね。最初の、なんていうかね、最初の勢いに、ね。ここはやっぱこう感じしたいね。で、できればやっぱね、ここでデグリッチっていうので、ちょっと細かいやつはちょっと、ね、これなんかゴミデータはできるだけ、なくなってほしいかな、なんていうところあって、ゴミデータに。
こうこう感じかな。でこれか、これいらねえな。で、はあ、一回一回そんな感じ。うん、このタイツ記録。はい、うん、こんな感じだ。おお、いいですね。個人的に言うと、ね、大根とか好きね、大根のやつね。うん、なんてな、うん、思ったりとかするわけよね。でもさ、俺最近思うんだけどさ、前日本ってさ、本当に何ていうか、こう、僕がね、多分ね、今4月頃って言ったら多分2万人ぐらいだったよね、多分。うん、4月入ってないけどね、今思うと本当、なんかそう。で、まだ、この頃ってまだ、あれなんだよね。そうそう。みんなフレンドさん優しいよね。うん。俺も本当ね、なんかそういう人たちがいることをね、本当誇りに思うよ。うん。だから、これ見た方でもし、初見さんの方がもしいらっしゃいましたらですね、もしよろしければ、私も含めてですね、いろんな方々がいらっしゃいます。まあ、中にはね、いろんな人がいらっしゃいますので、その前日本っていうその団体の中でですね、なんかもし、この日本を誇りに持つ仲間たちのネットワークということで、要するに日本が好きだという人たちで構成されているというのがあるので、してたらね、そう、本当ね、みんないい人たちですよ。うん。なんでいい人たちば、いい人たち、いい人たちってなんかうさんくせえななんて思ってる方もいるかもしれないけど、でもね、まあ、ね、もしあれだったらなんかこういうなんかおじさんの人柄でもしなんか入ってきてたらな、来ていただけたらななんて思ってたりとかすることもあるし、とにかく、うん。なんていうか、基本的に登録も無料ですし、別にそういうところでなんか、ぼったくられたっていうふうな、そんな話もないですしね。で、もし、そこら辺のところで、ちょっとなーなんて、あ、これソナーですね。そう。できる限り僕もね、正直、いろんな論争があって、なんかいろいろ今、なんかね、そういう一部の人たちでやってるって部分もあるかもしれないけどね、基本ね、俺、なんだろうな、簡単に言うとね、この人はこういうことだから、私は嫌いだっていうのは、まあ別に構わないんですけどね、僕はね、どっちかっていうとそういうスタンスじゃないんですよね。人の振り見て我が振り直せっていう方が実は重要でね。うん。ああって。こういうことがあるんだったらちょっと自分気をつけようっていうのがなんかそんなスタンスですね。なんか。なんかそこはすごく思ったりとか、します。うん。そう。わざわざそんなこと言ってね、いらない敵増やすなんてね、なんかね、非常に、なんかもったいない気がしますよね。なんてね。まあ、おじさん的にはそんな風に思ったりいたします。うん。まあ、これは人の、その考え方によるところなので、一概にっていう話はあるかとは思いますけど、ごめんね。なんかね、ついついね、なんか真剣な話とかね、しようとするとこんな感じになっちゃうのかな。ごめんね。ごめんね。怖いと思ったらごめんね。ほんと。そう。
今ちょっとコメントに出てたんですけどね、あのね、文字ってね、あの感情とかね、そういう雰囲気を伴わない分ね、本当に気をつけた方がいいと思うんですよ。これ昔その自分がまだパソコン通信やった時からすごく感じてたことなんですけど、あとはね、人の顔が見えない分ね、どうしてもね、相手のね、相手の顔が見えない分ね、言葉で自分の制御が効かない部分のところまでね、ついつい書いてしまうところがあったりする傾向にあるんですよね。だからね、それは2チャンネルにしても何にしてもそうなんだけど、そこの部分はね、結構ね、気をつけた方がいいかなーなんてすごく思ったりするんですよね。どうしても、うん、後でそこでさ、関係が壊れた後で後悔してもさ、しょうがない話だし、なんかそこはすごく思います。うん、うん、結構ね、活字って怖いっすよ、ほんと。うん、まあおじさんもそれで失敗した口だから、まあ人のこと言えないんだけどね。お、あ、残り30分か。よし、じゃあ急がないとな。よし、じゃあここでベースラインを入れて、まあお茶でも濁してみようかって感じにしておきましょうかね。そこら辺はやっぱみんなで気をつけようね。僕も気をつけます。みんなで気をつければ多分改善できる問題だと思うんで、特にそのでもしそういう人がいたとしたら、ああこの人は気づいてくれたらいいなって思っていただけるような感じでいいんじゃないのかななんて思ったりします。そうなんだよね。このあたりだな。10小節あたりからベースが入るといいかもしれないね。まあ一番定番のオクターブベースで、今回はお茶を濁します。あれはね、ちょっと下地に引くなんかあれをちょっと入れて、で今回は残りまだ20分がよし、じゃあこれにシーケンスパターンを入れるような感じにしようかな。久しぶりになんか FM7 でもちょっと入れてみっかな。 FM 音源の音なんかいい音があったらいいな。でかいね、音もね、ごめんなさいね。ひいひいひい、
これでいこう。喋ってます、ごめんね。うん、こんな感じかな。あ、一応そんな感じの仕事してます。まああんまり最近はそんなにね、仕事の発注が怖いんで、今日も実は何機械が壊れたとか言ってハンダコテ持ってなんか流したとかしてましたけど、いや仕事しましょうよ。今ね、何今やっぱなんだろう、おそらく多分こういうその護国活動っていうのも重要だったりとかするんですけど、でも今一番やんなきゃいけないことはおそらく多分我々仕事することなのかななんて思ってますよ。節電とさ、そう、仕事ってすごく重要かと思う。今ここで多分我々踏ん張っとかないと、多分ね、経済落ち込むんじゃないかなってすごく心配してんの。まあ、いつもね、おじさんみたいな、遊びみたいなことやってるんで、あんま人もない。そう。やっぱ復興のためにはそこは必須だと思うんだよね。なんとなく。なんか濁るな。あ、そういうことか。そりゃそうだな。あ、でもね、結構ね、慣れると結構ね、あれですよ、まあ、職業病みたいなもんですね、なんか、病気みたいなもんです。なんか僕なんかね、3色のなんか旗見たらなんか、はぁってね、信号機見ても、はぁもしかしてとかなんか思っちゃうぐらいの、なんかそんなような状況になってしまうので、そんな感じです。まあ本当はね、厳密に言うとね、ちょっとね、タイミングがね、ちょっとね、お前それちげえだろって言ってね、8小節ってなんか1小節なんか、本当、シンコペーションかかってんのに、お前何、ドラム、無視してんだよみたいな、ところがあるんですよ。そこはちょっと今、めんどくさいんで今やってません。
お、あ、なんと、じゃあ、あ、じゃあ、まあ、ちょっと今ね、ちょっといろいろとね、なんかあったりとかしてね、ちょっとね、あと音声凸が来たので、ちょっと入れてみますね。はい。さあ、入るかな？さあ、入るのかな？どうでしょう。あれ、入らないかな？あれ？繋がんない？なんでだ、繋がんないな。なんでだろう。しかもなんかループしてるし、あら、なんか設定がおかしいのかな。いろいろあるのかね。なんででしょうね。不思議なもんでございます。本当はなんかね、ここでなんか行けたらいいのかななんて思ったんだけど。音出ないもんね。これだってちょっと待ってよ。これの音がここに入ってんだよね。で、これがここに行ってんだから、ラインアウトで、この辺りで、来てないなぁ。なんか設定がおかしいみたいだね。なんでだろう。不思議です。せっかくなんかね、こうちょっとこっちかな。あ、わかった。多分あれだな、今多分音楽ソフト使ってるから、なんかあんまりあれだ、多分それ全部食っちゃってるんだな、おそらく。なんかその可能性があるな。アジオっていうちょっと特別なドライバー入れてるから、多分そこがなんか悪さしてるような気がするな。すいません、残念。今度はあれだね、別のパソコンからなんかこうスカイプとかでなんかこうミックスさせるような感じじゃないとダメっぽいな。まあいいや、残り時間もそろそろなくなってきたので、そろそろ、仕上げに入りましょうか。ということですね。そう、アジオって結構ね、そういうのがあるんですよ。非常にね、そこはなんかね、あったりするんですよね。多分音楽業界っていうかね、こういうパソコンとかされてる方は多分詳しい方は多分ご存知かと思うんですけど、特に音楽系のところで。ね、これ困るんだよね、本当いつも思うんですけど。あるんですよ、アジオっていうね、なんかちょっとね。
そういうなんか厄介なやつが。俺もよくわかんないですけどね、ほんと。まあそんなのがあってですね、まあとりあえず気を取り直して、ポリじゃなくて物にしていた方がいいな。はい、今度はあのちょっとね、今日はあのほら余裕があんまないんで、お塩はちょっとやだな。少しずつずれてってね、多分あれだな、コピーした時になんか起きてるのかな、これきっと。これにちょっと軽くちょっと今日何ね、これでね、あそうだ、全然チューニングしてなかった、そういえばチューナーどこだだね、うん、はい、
コードでいきますか。はい、そんな感じで。おお、そんなところから始まるか、びっくりです俺。はい、じゃあ。で、ちょっとね、そんな感じで、はい、あ、ごめん、ちょっとあれだ、あれしまったしまった、今マイクの音とか入ってたね、ごめんね、もう一回取り直すわ、時間大丈夫かな、あ、残り10分か、危ねえな、よいしょ、ちょっと待って、こうして、あ、それでいけるな、はい、はいはいはい、あ、音が出なくなった、あ、そりゃそうか、これだ、これだ、弾けてませんが、とりあえず今回はこれで、申し訳ございませんということで、はい、そんな雰囲気で、来たらいいかななんて思っております。じゃあ今日は今回はですね、こんな感じで、残り8分ということなんで、こんな感じに、して、今回は、終了して、これセーブしました、はい、はい、まあこんな感じでいこうかな、まあ今回は、作りました、はい、非常にちょっとね、飲み会の後の、非常に
グダグダな、作曲になってノープランプランプラン、プランっていう状況ですね、大変、まあちょっともう一回ちょっとこれなんて言いますか、なんだろう、なんとかはい、ああそうそう、いろいろこんな感じでいつもやってます。まあ大体まあね、今ツールがいいんでこれぐらいのことは増産もなくできてしまうっていうのが、あ、今までの曲はですね、ちょっと待ってくださいね、チューブにですね投げておりまして、マイチャン、自分のところにチャンネル作っておりますので、こちらのところをもしご参照していただけたらと思います。あ、ここに今までの、うん、まあお蔵入りのものもあれば、まあまあなんていうか、これブラッシュアップしてあげるような形もあります。中には採用されるものもあれば、ないのもあるみたいな、そんな感じになるかと思います。ということですね、今回もですね、まあなんて言いますか、ちょっともう一回プレイバックしますね。はい。まあ、1時間ほど、お付き合いいただくことになりますけど、ちょっと今音声切ってましたね、すいません、切ったままで、喋ってしまいました。うん、まあこんな感じですね、まあ作りましたということですね。まあなんていうか、まあそんなに難しいことはやってません。例えば、これがね、
これ音出ないね、これね。どうしてなんだろう。でこういうのがあって、まあ、こういう感じで、今回は、できました。はい。本当に、なんて言いますか、ちょっとですね、多少、今日はですね。